とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、ゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。ゼルダ無双の体験版が出てもう10日ぐらい経つよね。俺もね、だいぶやってまして、体験版のプレイ時間が30時間を超えたね。で、リンクの装備もあらかた集まって、残りはゼルダの装備かな。ゼルダの装備をもう少し集めればもう完璧っていうところまで来てる。さて皆さん、ローディングの時間って何してる？まあ俺はね、携帯を見たりパソコンをいじったりとかやってるけども、まあ若干暇だよね。で、この任天堂のすごいところは、このローディングの時間でさえも遊びを取り入れてるっていうところだね。まあちょっと見てみようか。これがローディング画面だね。で、ゼルダとかリンクたちが右に向かって歩いていってるでしょ。で、その中のガーディアンが動かせるのよ。まあこれ知ってる人は、知ってると思うんだけども、R を押すと右に行くでしょ。右に行きまーす。で、L を押すと左に行きまーす。うん。で、B を押すとジャンプするのよ。うん。まあ、この動きなんだけども、2つね、ちょっと隠された動きがあって、まず1つ目、ジャンプ。これね、ジャンプを連続ですると、ジャンプ力が上がっていくの。最大4段階。1、2、3、4。ここまでジャンプできるようになるのよ。まあ、なんかこれでね、ちょっとこの城をジャンプしちゃおうかみたいな感じで遊んでみてもいいかもしんない。で、そして、もう一つがね、スタートダッシュ。スタートダッシュのやり方が、ジャンプして、下に着くときに、行きたい方向に押す。そうすると、まあ、ダッシュするのよ。普通だったらこれぐらいのスピードでね、スタートするんだけども、スタートダッシュすると、こういう感じで、気持ち悪いぐらい、速く走るんですよ。ジャンプして、下に着く瞬間に、方向のボタンを押す。そうすると、ダッシュするのよ。こうって。まあ、ローディング時間の、まあ、暇つぶしに少し遊んでみてはどうでしょうか。はい、任天堂さんはいろんなことをやってくれてます。はい、まあ今日はねこういう感じだけども、まあ他にもね動画出していきますんで、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。